調子悪い。これも悪い。今逆に Wi-Fi 繋いだ。4G だと電波悪くて。Wi-Fi 繋いだ方が安定するかも。うん、今 Wi-Fi 繋ぎました。ご飯作ってくれないんでお菓子食べてます。今日の晩ご飯です。だから思いやり餃子も中止だよ。作れないんだって。もう予定も何もない。全部中止です。アイスと俺お菓子です。今日晩ご飯。自分見失わないでくださいね。難しくてやっぱり。すみません、花火。これがストレス溜まっていちいち言っちゃったのが原因。もう言わずには入れなくてできないですか。どうしますね。もう全部言おうかな。いいの？うん？いいの？エッチしました。クラミジア映ってるかもしれない。薬飲んだんでしょ。ダメだよっていうのに誘われちゃって。お前ふざけんなマジで。我慢できなくなっちゃった。嘘つくの。いや雰囲気出され、雰囲気出さ出してないよね。雰囲気出されちゃった。俺はそう捉えた。すごい雰囲気作りが。別れたいんでしょ。じゃあ俺はそうと捉えた。何言ってんの。さっきからお前何言ってんの。お前別れたいんでしょ。じゃあ雰囲気を、そう俺はそう思ったけどね、我慢できなかった、すいません。ん？ん？何？中に出してって言われます。無理ってか言ったじゃん。なんで嘘、嘘じゃないじゃん。俺嘘ついてないよ。なんで嘘ついてないの、それで怒るの。こっちが無理なんだけど。お互い無理でいいじゃん。やめてよ何回も。こんな喧嘩ばっかやめてって。もう俺もストレス溜まるから。いい加減にしてよ。もうもうやめてって。やめてやめてって。何言ってんのお前。いや今の嘘です。嘘ついてごめん。何、別れたいんでしょ。別れたくない。何なのじゃ。嘘ついた。この配信何なの。ストレスが溜まってて。だからそのくだりさっきやったよな。だからストレス発散した。だからやったよ。だごめんって。もうだから別れたいんでしょ。だもう配信終わるから意味わかんないんだけど。お前何がしたいの。ストレスがすごいの。だからその話終わったよね。うん、いやストレスが溜めさせない。だからじゃああと何回やるのそのくだり。もう終わり。もう何回やるんだ。もう言わない。いちいちあと全部ってなんだよ。もうないよ。他にあんのかよ。ない。これ何なの。知らないよ。これナイツ増えんの。知らない。もうそんなの余裕ないんだって。どんだけ寝たりすんの。寝てなかったし、イベントまでやって寝てただろ。前のイベント半日寝てただろ。は寝た。意味を。喧嘩で疲れたの。そうお前のせいだろ、うん、お前が今掘り返してるの。ごめんなさい。もう言わない。で今しかも話し終わった後にまたストレスって始めたよ自分で。もういい。もうやめて。ストレス溜まるんだったらもうこの話やめろよ。分かった。牛しねえの。牛とかってできる。どういう気持ちでこれしたらいいの。殴ってくるし。どうか。これがちょっと俺気持ちが難しいんだよ。落ち着いてからだから。よしよしとかしてよ。もう落ち着いてからじゃダメ。今落ち着きたいから。これ分かる人分かると思うよ。喧嘩中にできないよ。これもストレスなんだよ。
ちゃんと落ち着いてからだったらいいけど、喧嘩中に無理にそいつ自分が悪いことしたのに、悪いことしてもストレスになっちゃうの。俺はこれ分からんかな、しろって強要されるのって苦痛じゃない？おめえが悪いんだ。いや俺が悪かったとしてもこれね、分かる人は分かると思うよ。でもちょっと雰囲気的にできない時あるんだって。それを強要するのやめて、うん、こうやって前のヘイト別れてほしい。いやヘイトじゃないじゃん、ストレスが。また話すの、そのストレス。で俺自分にヘイト向いてんじゃん、これ。前にヘイトなんか向いてない。本当分かってないマイリス。俺傷つけられてない、これ。大人になってよ。で俺ストレス発散どこでしたらいい？でこうアングルのことも言うじゃん、鬱ってねって。それ全然やってくれないじゃん。俺いちいちこうやってやんなきゃいけない。ね、仲良くはしたいんだけど、どうしたらいいか分かんなくて俺も。すごい、ずっと不満ばっか言われるんだ。お前言ったよな、じゃあ。いや、言ってない。言い返されたから。違う。にぬって言われたから。違う。やめてって言ってんのに。どっちなの？ペットなの？うん、ペットだよ。は？うん、ペットでいいよ、もう。いや、いいよじゃなくて。行ったなら行ったでいいよ。オラオラだったから。何がストレスなの？え？こっちがストレスじゃん。ずっと不満をぐちぐち言われてる。不満って何？起きた、その時、起きた瞬間から。いや、別にその時って喧嘩しないじゃん。起きた瞬間から牛してって言われて、それ普通のくだりじゃん。YouTube 見てたら、普通のくだりじゃん。かまちょすぎる。かまちょすぎる。じゃあもう関わらないよ。お前とどんだけカマチョなの。じゃあ関わらない、配信外関わらない。配信中はニコニコやっててあげるけど、配信外話しかけないでね、うん、配信外話しかけない。何のためにじゃあ一緒にいるの。カマチョちょっと控えてくれない。カマチョすぎるよ。牛してとかよしよししてとか別によくね。え、いやそれストレスだから、あまり言われすぎるのも。一人の時間、一人で YouTube 見たりしたいから。別に見てたらよくね。うん、でもしつこいじゃん。 YouTube 見てたら怒るじゃん。 Netflix 見てたら。別に怒ったことなくない。は？え、てかずっとぐちぐち言われる。何ストレスだったら別に今出てってよくない。ぐちぐち、ね、何がしたいの。いやもう決めたから、ちょっと一緒に。知らんよそんなの。分かってほしい。何を。カマチョはストレスになった方がいいんじゃないの。だからあんたが出てってって言った話終わったじゃん。いやそれはいいよって言ったじゃん。いや普通にさ、じゃあ戻ってもこうやってやるのは。笑ってないけど。何を。いつ笑って。嘘つかないで。尿気臭いし。お前の尿気臭いの。臭いのに牛舌とかやめても。お前の息だから。お前の息だから。歯に開いてから一応ついてこい。息臭いから。お前だよ。お前だよ。お前だよ。うんこ。マンカついてる。黒いし。お前だよ。真っ黒。お前だよ。真っ黒マンコ。そういういちいちイラついて物を捨てにやめてくれない。何が今さ、たまたま落ちただけなんだけど。気をつけて。落ちただけだし。おめえだよ。お前だよ。スポブラだし。スポブラだし。離れてるし。また引き止めるパターン。それ去年やったけど。帰る帰らないでって、それ去年。いや、いいじゃん別に。何もしなくていいじゃん。どういうこと。ほっといてよ。は？何？ほっといてよ。俺の配信。出たらこうなっちゃいました。すいません。こんなことしたい方は。検査。ゼロワンとセックスする。ずっとカヤクさんと比べられる。カヤクさんとどっちがいいんだ。どうなんだい。どうなんだい。カヤクか俺かどうなんだ。どうなんだいって。セックスってずっと言われる。